よいしょ。みきまるです。今日は中学校の次男のお友達が我が家にお泊まりに来ます。なので今から夕飯を作っていこうと思います。まあ、お泊り会ですね。お泊り会って言ってももう中2男子なのでお泊り会っていう可愛いものでもないと思うんですけれども、とりあえず晩ご飯を作って、クリスマスも近いのでちょっとクリスマスパーティーでも使えそうな感じの簡単晩ご飯を作っていきたいと思います。今子供たちは、お友達のお母さんがスーパー銭湯に連れて行ってくれたのでお風呂に入っていると思います。なのでその間に晩ご飯の支度をして帰ってきたらすぐ食べれるような感じにしようかなと思います。ちなみに長男は今日お友達とご飯を食べて帰ってくると言ったので10時ぐらいになるかな。夫は忘年会があるので遅いと思います。それでは早速作っていきたいと思います。結構ね、いろいろ購入してきました。メニューとしては炊飯器で、ハンバーグみたいなものを作るのと、あとキッシュを作ろうかなと思ってます。あとちらし寿司とかサラダ、あとポトフなんかも作っていこうかなと思います。子供たち好き嫌いがないってお母さんから聞いたので、なのでまあ、何でも食べてくれると思うので、我が息子ですよ、好き嫌いあるのは。次男はね本当好き嫌いが多くってもう困っちゃう。でもね、まあ中二男子、食べ盛りなのでたくさん作っていきたいと思います。まずはサラダから作ろうかな。ね、サラダって言ってもね、こういうカットしてあるやつをボウルに入れてバーッとやるだけ。でサラダからまず盛り付けします。作ろうか、一緒にしよう。
目がやばい。
ちらのポトフも完成しております。さてさて、お料理もほぼ完成し、あとは炊飯器のハンバーグだけです。どうやってご飯を並べようかなって思ってるんですけど、我が家はカウンターなので、ここにダーッと並べてバイキング形式にしようかなと思っています。好きな分だけね、自分で取って食べてくださいっていう感じにしようかなと思います。で、今からこのカウンターにできたものを並べていきたいと思います。先ほどダイソンによってこのテーブルクロスというものを購入してきたので、カウンターの上にこちらをちょっと引いてみたいと思います。